よう。今日はね、しっかりメイクしていこうかな。どうしようかな。今日ね、乳液をね、買ってこなきゃいけないんですよ。しかも、ここになんか大きいニキビできてた。乳液絶対いるからね、今日平野さん乳液買ってきてくださいね。平野さん忘れそう。おはよう。ポポーン、ギフトありがとうございます。ありがとうございます。おはよう。ねえ、最近乳液をね、ひねり出して使ってるからね。してた、大丈夫だよ。疲れてたんだね、きっとね。そう、今日もね、あれ言ったっけ、今日本当はね、遅く夜まで仕事だったはずだったの。言ったな、昨日話したな。そう、お仕事がね、夕方で終わる変わってシフトミスで。忙しいかな、どうかな。忙しくないといいけどな。そう、ちょっとのんびりしたいな、今日のお昼。そう、週末なんですよね。しかも今日土曜日でしょ。土曜日って人が入りやすいんだよ。明日も休みだからだって。そう、割とね、夜とかもそうです。お酒飲むとかにしても土曜日の方がさ、仕事に影響がないからさ、土日休みの人。土曜日ね、結構混んだりするんですね。
ないよ。でも今日新しい子来るからさ、そうのんびりしたい。なんかゆっくり教えたい。もう最近なんかさ、ずっとバタバタしてさ、ありがたいことなんですよ。そうお店としてはいいことだし、そうなんだけどバタバタしてたので、なんかゆっくり教えたいなって。そうバタバタするとさ、どうしてもさ、ちょっとごめんね、洗い物しててってなるんだよ。そうすること多すぎて。私の時もそうだった。ただひたすら洗い物をした。おはよう。偉そうなくて言えた立場じゃないですけど、そう、新人でもすぐ話しかける、あ、いいことだよそれは。私はね、なんか話さなきゃいけないから話します。話さなくてよかったら多分しばらくは話さないです。話しかけに行きたくないので、人見知りだから。あんな子が、ああいう子が入ったんやな、ずっと目で見て終わる。でも今のお仕事は新しい子が入ってきたら、ね、必然的にさなきゃいけないんですよ。人数が少ないので、人見知り発揮しちゃうタイプですよ。皆さんご存知でしょう、平野光の性格は。話しかけられたら話せるタイプ。もうそれ人見知りじゃなくねって言われた前。人見知りですよ私。なんだろうね、でも確かに話しかけられたら話せるってどうなんだろう。自分からはマジでいかん。そう超受け身っていう、あ来たら話すよみたいな。受け身すぎるで。じゃあね、今日はね新しい子が来るから気合い入れてアイシャドウしよっかな。冗談です、アイシャドウはするけど、はい、今日顔のコンディション悪くなさそうなのでしようかな、気分上げるために。いつで後輩に優しかった、あの人見知りするだけで優しくないわけではないよ私は。そうそう、だからエイトの時も全然人見知りしてました、してました。そうだからお仕事とか一緒になると、だから何々だねって言って話して仲良くなって、そこから話すようになるんです。そうだから別に優しくないわけではないですよ私は。いつもどんな時もあの優しくしてるつもりです。どんな時もどんな時も、はい失礼いたしました。
だって怒りたくないじゃん。怒られるのって嫌だもん。ギフトありがとうございます。ポジション上自分から行くのだったか、モニターだって。ああ、それはね、まあ、環境ってねありますよね。環境はある。ギフトありがとうございます。よし、そしたら、あ、全然アイシャドウ終わってなかった、ごめん、なんでもない。今日ね、美味しいもの食べた。美味しいものいつもね食べてますよ、夜ご飯とかね。私の好物を食べたい。じゃあ何食べたいのって言われると、ね、何も出てこないっていう。最初は無難なとこから行くといいのか。なるほどなるほど。相手の子もなんか人見知りじゃなくて、なんかちょっとどっちかっていうとコミュ力高いよねっていうタイプの子が来てくれるとありがたいですね、私的には。なんか前、ほら新しく入ったよ、 入るんだよねって言ってた子は割とそういうタイプだった。話しかけると全然 話せたし、そうだから何歳とか、なんかそういう話をして。ありがとうございます。それで話してくれれば、なんか何歳何歳ですで終わったら、シャットアウトさせようから、そう、そっからちょっと会話続けられるようにね、そう返してくれると。じゃあこの前の子は何歳って聞いたら、あ、何年生です、今ね、何年生の年でみたいな、そう、何歳の年でって言って、あ、そうなんだねって、私二十歳なんだって言って、すごい大学、あ、学校行ってんだねって。そうだから、お互いに、あ、そうなんですねみたいな感じで。あ、これやわ。マスカラも買ってこなきゃ今日。ちょっと待って、本当にメイク道具めっちゃ買ってこんといけんくね。そう、例えばジャブ、世間話でジャブで相手に 話させて反応を見て次の、なるほどなるほどなるほど、勉強になりますね。そう、本当にメイク用品は同時になくなりがち。ガチってだけだね、全部が全部そういうわけじゃないけど、そう困るよ結構ね。普通にまつげ入ってたし、超まつげ入ってたし、化粧水入れすぎたし。始まってますよ、おはよう。
ますかってね、しばらくするとなんか固まったりするんですよ。それの応急処置としてね、私あの化粧水使うんですけど、なんかネットで見て、2人ありがとうございます、ポポー。そう、今日化粧水入れすぎたんだけど、少ないマスカラに対しての化粧水の量やばそう。え、大丈夫そうかな、なんか乾かないとか嫌だ。大丈夫だと思うんですけど、朝から元気ね、なんかもう起きた瞬間こんなんだけど、え、まだ何じゃ今絶対変顔だった。いいけど、もうやら美容院で会話する、あ、します、します。もうだ、美容院の人なんて仲いいし、初めてのとこでも割と話しかけられたら、ああなんか一応こういう仕事しててみたいな話をするよ。そう、なんかこういうのしてて、そうだ、結構聞かれるんですよ。あの派手髪するとなんでこの色にするの、あ、そう大丈夫なのって言われるんですよ。まあまあ大丈夫です、自由なんで。自由ではないけど、ね、乗り切る方法、自由なんで。説明がね、めんどくさい。言っとくね、決してね、自由ではないですよ自由ではなかったです。そう、乗り切る方法として自由なんでっていうね、受け答えをするっていうね。今日まつげ良さげなんちゃう、見せれなかった、あ、やばかった、ちょっと控えとくわ。ちょっと誰もね、きっと撮ってないよね、本当にやめてね。じゃあやるなって話なんだけどねじゃあやるなよ、変顔なんか楽しいんだけど、ついついやっちゃうんだよね、ショールームではね。アイシャドウ欲しいな、新しいの。そう、アイシャドウ、可愛いパッケージのやつがあってね、私まあパッケージなんかそんな気にしたくともなかったんだけど、あんまり今まで。そうで、パッケージなんかさ、入れとくとさ、すぐ汚れるからさ。そう、でも可愛いのあるんですよ、動物ね、動物の動物アイシャドウパレット、これ可愛いっすね。アイシャドウパレット3520円なら、そうそうそう、まあまあそんなもんでして。そう、でもね、まだ残ってるから買わないでおこうと思ってんだけど、とね、欲しくなるよね、メイク用品買い足すとき。はよ、お洋服欲しい。仕事早く終わるとお洋服買いたくなる。
時間があるから一番やっちゃいけんな。朝のコーヒー会にセブン行ったら輝く安心の、あーなんかあるね、最近ある、なんかその生姜昆布見たことある気がする。ひかね、チュモッパみたいなやつ好き、なんだっけな、チュモッパ説明ができんのやけど、そうな、韓国のチュモッパみたいなやつが好き。おにぎりで出てきた、今出てるかな、ちょっとわかんないけど、アイメイク完了。コンビニ石川のものがあるとついつい買っちゃう。いいじゃないですか、それはね、すごくいいことだと思います、地元愛が強いっていうの。私の言ってるチモッパは多分石川のものとかでは全然なくて、本当に韓国なんか新大久保にね、そうあったりするんですけど、そう美味しいんですよ。一回ね、だから東京にさ、あのチモッパ食べに行きたい、新大久保になんかお店があるんですよ。そう行ったことないけど、あんまり最近新大久保に行かなくなった、韓国グルメを食べることが減った。そうが僕らしくあるために、ポポーありがとうございます。オッケー、メイク終わった。前髪上げて出勤したいわ。そうなんかさ、前髪下ろしてるとさ、やっぱり髪とおでこの摩擦でさ、おでこが肌荒れしやすいんですよ、ここね、今ね、ここにね、結構でかいのできちゃった、痛いの痛いの、うーん痛くて痛くて、あれ乳液どこ行った、あれ乳液皮下どこやった、私の前髪上げるはね、ちょんまげだからね、できる女感は全くないですよ。なんか流してなんかこうやってちょっとね、なんかちょっと韓国風にするとね、なんかできるかっこいい女感が出るんですけど、
死のあげるはねこうなんでそうこう流すんじゃなくてこうなんでそうよ、私の髪前髪上げるはちょんまげですから。ちょんまげかこっちでピンで止めるだけだから。こうアイロン変な音してる。切りた。ちょっと早く髪の毛伸びないかな。ロング。ロングにならいた。いた。ここマジ痛かった。痛い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 。ロングにならんかな。ね、ロングになってね。そしあや、うん、やめとこうってなったらすぐ切るから私。今頑張ってねロングまで伸ばそうっていう決意をね持ったから。続くんかは分からんけどこの決意が。マジでロングにしたい。たまに来るんだよね伸ばしたい。なんかエクステもさ一応考えないわけではないんだけどエクステって高いし乾かないって聞いたのでやめました。マジエクステだけ全然乾かないらしい。私そんなドライヤーに時間かけたくないんで、なんならドライヤーもしたくないんでそうそうそう、ダメだなと思った。あと私もう地毛がさすごい傷んでるからそう頑張って伸ばして切りたいね。ショートにもしたいんだよな。でもそうすっきりショート、ロングにしてショートだなすごい事細かにさ計画立てるじゃん。切ってるよ本当に。来月になったら切ってる可能性あるよ。いや中途半端な長さまでいくとねほんとめんどくさいの。なんかもう胸くらいまで伸びちゃえばもう別になんですけど、この辺りがね肩つくくらい一番めんどくさい。跳ねるし、なんか私もともと首あの長くないのになんかさらにその拍車をかけて短く見えるってねもはやねそうっていう現象が起きるからほんとに切りたくなるんですよ。それならなんかもうこのもう顎ラインのボーブで短くまとめちゃったりした方が、それかもうロング本当に胸とかまで伸ばすかどっちかね。そうでもあのヘアアイロン、じゃアイロンじゃないわあれコテをもらったのでそれを使いたいんですよロングにして。そうショートでもね使えるんですけど、ショートじゃなくてボブでも使えるんですけど、やっぱりなんか長い方がそう使い道は増えるので、そうそうそう。
ちょっと待って、今日買うものメモっとこ。乳液、イソフラボン詰め替え以上。以上かもしれない。うん。絶対買って。お願い。リンパマッサージできんから乳液ないと。だと思う。乳液ね。帰る時間が微妙すぎるとさ、急いで帰りたくてさ、いっかってなるんだよね、どうしても。長いウェディングドレス似合いそう。長いと？ウェディングドレスね、まだまだ着ないけどね。マーメイドの形がいい。マーメイド。まだ化粧品買ってなかったんですか。ね、そんなね。化粧品はそこまでお金かけないので。はい。うん、可愛いなとか言いつつ、あるしってなるんですよ。結局さ、アイシャドウ何個も持ってってもう、そう使うの大体一つなんで。そう、その日に合わせて色変えたりっていうことは私全然しないので。帰り道に店があると客によらない。いや、それはある。なんかいつでも買えるしくらいの気持ちで、そうそう行っちゃう。夜ご飯何かな。朝ご飯も食べてないのに。夜ご飯何かな。朝もどうしようかな。なんだけど桃があるし、桃とご飯、白いご飯炊いてくれるって言ってたから、しかが朝ご飯食べるって言ったら炊いてくれてるみたいだし、だからどうしよっかなと思って。おにぎり、ツナおにぎり、焼きおにぎり、焼きおにぎりありじゃない。焼きおにぎりにしよっかな。あり。仕事終わって帰ってきて夜ご飯だね。今日も無事平和に何事もなく早く仕事が終わりますように。白いご飯と明太子食べたい。いいね、明太子。一回の明太子を取り寄せしたな。もう今ね、海鮮食べたい。めっちゃ海鮮。私今口海鮮よ。そうそうそう、美味しい海鮮が食べたいの。大きいホタテとか、分厚いホタテ大好き。バーベキューしたい。バーベキューしたい。する人いないけどバーベキューがしたいですね。お米の季節だね。本当に美味しいぞ。部屋サーモンの薬の、サーモンでいい。サーモンがいい。なんかあそこ行きたいもん、竹の屋。そう、私がね一回一人で行ったことあるお店なんですけど、
からなんか Wi-Fi の調子悪いな。バーベキューねしたい、お酒飲みながら。いや Wi-Fi 切ろう。 Wi-Fi 切ってどうにかなるんだろう。 Wi-Fi を切ります。ちゃうな、 Wi-Fi の問題やないなじゃないんかいってね。いやでもこっち時間帯で混むね。私行った時一人だったからすぐ入れた。でもほんと美味しいんですよ海鮮。海鮮丼食べたいなったら行ったらいいと思う。ぜひ。いろんな海鮮丼以外にもね、ほんといろんなものあるんですけど、なんか好みに合ったもの結構種類が多いので、そういろんなものあるから行ってみてほしい。ぜひ。マジで美味しい。あとまあ石川でね海鮮食べるんならまあ冬がおすすめですかね。私的にはまあ白子出たり牡蠣出たり、うん、白子、うんそうね、白子も寒い時期だったね確か。ここマジでまた行きたい。お腹なった。そうそうそう、金沢の中心からちょっと離れたところにあるんで、まあなんか車は車で行った方が本当はいいかな。まあでもバスも全然出てるんで、本当目の前までバス出てるんで、はい。白子苦手な人多いよね。なんか見た目的な。海鮮丼に白子なんてあったの？あるあるある。多分昔の投稿を遡っていったらあると思うんだよね白子。そう、私そこでだからなんだっけ、ウニのやつと、ウニに乗ったやつと牡蠣と、そう生の牡蠣と食べたかな。うん、いや本当に美味しかった。ここなんかねめっちゃ似合ったし、白川天ぷらがいいんだけど、あ天ぷらもあるんじゃないですか、ちょっとわかんないけど、ありそう。あそこならめちゃめちゃにぎわってて、うん、あ寒ブリもありそう。うん、冬になったらあると思う。ぜひねなんかインスタで投稿見てみてください。私白子ポン酢好き、大好き。白子ポン酢美味しい。ねえ行きたいお店いっぱいだよ。30分までします。配信お腹すいた。ひかもお腹すいた。あ明日行って桃切るのめんどくさいなマグロの中落ちたのは絶対おいしい。そんな感じでほんといろいろあるんでぜひ行ってみてほしい。私一押しのお店マジで海鮮丼は、もちろんね結構ね海鮮丼って言ったらなんて言うんですか、近江町市場とかで食べに行く人も多いと思うんですけど、ぜひもちろんそっちもね
ちゃんとそう海鮮扱ってる、扱ってなんて言ったらいいんだろう、そうお店なんですけど、ぜひあの竹の屋さん行ってみてほしい。魚河岸食堂ね、パイカ焼き私知らんな、パイカ焼きってあった、あ豚の軟骨だって、これパイカって言うんだ、私豚の軟骨食べないな、あんまり。美味しいみたいよ。中心部で食べる海鮮丼よりお安く食べれるね。うん、だと思う。お安いし、多分種類も竹の屋さんの方がたくさんあると思うんで。そう。本当になんか自分の好みに合わせて食べれる。私だからイクラとかが結構苦手なんですよ。これ苦手だなっていうので、そうなんかないのって食べれたりもする。竹の屋さんの写真は、ね、ウニ美味しかった。確かその後にね、ちゃんとクレープも食べて帰るっていうね、平野竹の屋さんで、あの牡蠣と海鮮丼食べて、そうで戻って、その元の場所戻ってクレープ食べて帰るっていう。そうそうそう、私のこちらですね、ちょっと待って、食べるね、食べるときは食べますよ、私も。これ牡蠣ですね。私も食べないわけじゃないですし、そう別に普通じゃない、分からんけど、私はこれを普通の量だと思っている。いや本当に行ってみてほしい。マジで美味しかった。そう金沢本当に美味しいものたくさんよ。マジで石川おいで、美味しいものいっぱいだから、冬特にね、お魚食べたい、海鮮食べたいよっていう人はぜひ冬いらっしゃい。あの雪が落ち着いてる時に、まだあんまり降らない1月来るのが一番いいのかなと私的にはね、なんかお魚とか見て思うんだけど、1月って雪降ってるよな。でも本当に平野の誕生日あたりとか、まあ、雪結構すごいですからね、いつもね。
平野の誕生日、あ、本当に生まれた年はもうなかなか雪がすごかったらしくて、はい、なかなかの大雪だったらしいです。結構本気でやばかったらしい。ごめんね、ヒカがね雪を呼び寄せてるのかもしれない。そんなつもりはないんだよ。勝手にね、ちょっとね、あの平野の誕生日やし、平野の誕生日雪やってやろって、生まれた年で雪やってやろ、じゃあ雪でな、雪呼び寄せたるわ的な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 どんな的なよ、本当に雪女かなかもしれん。あー背中痛い、背中と腰痛い。はいよ、ヒロの誕生日肉食べたい。肉の日ですからね、正しくは衣服の日なんですけど。誕生日はなかったけど、光の砂手の生誕祭は大雪だったね東京。そうなんですよね。そして次の日、めっちゃ凍ってるっていう時、あれ、あの時期だよね。なかなかだったよね。なんかうん、すごっと思った。東京ってさ、なかなかそういうの見なかったし、そう、なんかあんまり凍ってるっていうのも見なかったので。本当にもう坂道もだって登るのも一苦労、降りるのも一苦労みたいな。みんなヒール履いて、ヒール履いちゃダメだよと思いながら、自転車も駆け下りてくし、いやいや、そう凍った中自転車乗っちゃいけんってと思いながらね、私も頑張ってコンビニまで歩くっていう、滑りつつ。え、そうそうそう、ヒカもそう、だからあの凍ったのには割と耐性があるって思ってたんですよ。でもまあね、なんか滑り止めがちゃんとついてる靴じゃなかったっていうのもあって、もう降りる時なんかね、もうね、なんか転ばなかったけどやばかった。もうなんかちょっとスケートしてるんかなレベルでちょっとゆっくり滑って降りてくっていうね。そう、なんならそう、なんか他の人見てると、もう坂道で一回こけるとちょっとあの落ちてくんですよ。そうで、立ち上がれもしないし、わあ大変やと思いつつ、そうちょこちょこ歩きです。雪大好き、こう大変やで、大変。そう、石川抜け、そうそうそう、ベチャっとしてるんです。めっちゃ水分を、重たい、なんかあの雪かきとか超大変あの腕腰足全部やられる、全身筋肉痛ね、雪かきした次の日、そう、その年の一番初めの雪かきの次の日は筋肉痛、全身筋肉痛、痛い痛い痛い。はよ、夏の暑さより冬の寒さの方が耐えられます。あーでもそれはそう、私も夏の暑さはもうなんかどうしようもない。だって脱いだところで暑いしさ、そう、全裸になろうとさ、夏の暑さは暑いね、もう暑いんだよそう、冬はさ、その分さ、もう着込んで着込んで着込めばなんとかなるっていうところあるじゃん。そんな着込みたくないけど、明日したいけど私は。そう、なんとかなるっていうところがあるから冬の方が好き。そう、なんかもう今年一番それを感じた。もうなんかやばかった、夏バテが、食欲出んし、しまいにはなんか、うん、大丈夫、倒れる私っていう倒れる、うんみたいな、そう、迎えに来てもらうっていうね。やばかったね今年、マジで今年は異常だったわ本当に。でね、初めてのバイトで、バイトの先も暑いし、なんか店内暑いし、どうせっちゅうねんと思ってたどうこれどうすんのと思って、
いや夏越えられんかもって思った。どこいても暑いみたいな。そんな感じでしたね今年の夏。ほんとやばかった。異常だった。来年心配だもん。今のバイト続けてたらちょっと本当に続いてるかちょっと分からんけど、今のバイト続いてたらちょっとまた来年心配だな、夏バテ起こしそうだななんて思います。人生初夏バテでした。なかなかきつかったね。痩せたけど、痩せた痩せた、マジで痩せた。なんかねこの夏はね尋常じゃないくらい汗かいた気するもん。今でもね全然汗かきますけど、そう今の時期もまだ。あの頃やばかったね。もうなんか仕事場行くだけでなんか私さ、あの顔に汗かくのってもう最終なんですよ、私が顔に汗かくっていうのは。そう他のところももうあの汗かき、私大体首とか背中から汗かき始める人なんですね。でそこからまあなんかあのゆっくり汗かいて、でここら辺が汗かいて、で垂れてくるっていうのもさえもうあの何最後最終段階なんですよ汗かくのに。私仕事行くまでにそうなってて、あやばーと思って。私本当に自分は汗をあの顔に汗をあんまりかかないんだっていうのを分かってたし、たまにねすごい、まあ、異常発生する時あるけど汗顔に、そう今日どうしたっていうレベルで汗が異常発生する時あるけど、基本的だからコンサートとかもほんと最後なんですよ顔に汗かくのって。だったのに仕事が場行くまでになんかもうなんかうん、あやばいやばいやばいっていうレベルで汗かき、すみません臭くないですかと思いつつ仕事をし、本当にやばかったね。なんかいい運動にはなってたけど、塩タブレットね本当塩分補給大切だから。何年か前のね六本木アイドルフェスです。あれやばかった。あの時ねあの水分不足で足つるくらいにはやばかった。そうホテル帰ってね足つってみんなに助けを求めた記憶がある。やばい足つった足つった、人生初走ったよそうそうそう、あれはすごかったね。もうなんか宇多田初奏並みに汗かきましたあの時。あれくらいかも本当に顔にあんなに汗かいたん。前髪もう束になるって。んいつだ、私がねまだ黒髪の時代ですもんね。平野黒髪時代。人生初か若いね。若くないよ別に。違う違う違う、それはね足つるのに若いとかないから若い若くないは関係ないよ。そう私がねただただ本当にマジで今まで足をつる経験がなかったっていうだけよ。友達とかね結構あっつったつった言ってましたよ学校の時。だから若さは関係ないよそこにね。若いはやだ若いことはいいことなんですけどね。あれいなくない？違う、絶対この後だと思うんだ。あれ写真消してないと思うんだけど
あ、おった。これこれこれ。私の前髪終了案件。マジ珍しかった、本当に珍しかった、この汗のかき方。あー、のといべね、の、でものといべはね、そんな汗かかなかったんですよね、私。例えばね、いろいろありましたね、ハプニングが。今でも思い出す。そう、あれだね、みんなきっと外で待ってくれてたからだよね、きっと。そうそうそう。いろんなイベントしたし、いろんなところ行ったね。美味しいものも食べたな。毎回ではなかったけど、たまに。ゴリって言った。定期的な二の腕の筋肉チェック。なかなか縁でないでしょうか。1時間ほとんど。あー、食材市場ね、あそこ好きよ私。たまに、ほんとたまに行く。あっちの方にね、用事あった時にちょっと行くくらいですけど、あゆの大好きなんで見て、マミーと、まあ、結局あんまり何も買わずに帰ったりはするんですけど、マッスル平野。いや、最近ね、お腹の筋肉もね、結構ねしっかりしてきまして、くびれもね少し少し相変わらずね、右はなんか右さ、力の入れ方が分かんないんだよね、なんかうまく。うん、こっちだけさ、あんまり力の入れ方が分からんからさ、ぷよってしちゃう。入ってんのかな、こっちね、すごい入れやすいんですけど、右と左違うよね。そう、なんか左の方がね、なんか出やすくて、筋が、まあ、右ってなんかぷよぷよしちゃうんですよ、私二の腕。そう、ぷよぷよしちゃう。うん、右の方がね、なんか太い。ん、違う、いや左の方が太いのかな。え、そう、左の方が太いんだけど、そう、右の方がどっちかっていうとぽよぽよしてる。そう、ぽよぽよしてる。ギフトありがとうございます。何か握りながらキープ。こんなもんなんかな、じゃあキープ握りながらやってるけど、そう、だから左の方がちゃんと、こうやって見ると左の方が全然細く見えるんだよね。くびれできないかな、もっと。最近ね、めっちゃ筋トレ頑張ってる。そう、筋トレ超頑張ってて、有酸素の音。なるべくね、なんかお仕事が夕方からそうあるの時は朝のんびりできるから、ちょっと運動するよね。そう、ちょっと歩く距離、そう、歩いたり。
おはよう。運動を意識して、これがいつまで続くか。バイトでは重いものは運ばないのか。運ばないね。運ばないけどせかせかと動いております。重いもの、ほんとたまに、超たまに。仕事以外全く動かん。いや、運動する習慣つけた方がいいかなと思って。おはよう。昨日だから1万2千歩 ?3 千くらい歩いたかな。今週ね結構歩いてますね。水曜日だけ少ないけど、あとはもうだいたい1万歩いてるんで。絶対すごい、なんかすごい間に全然歩いてない時がある。17、18、あ家にいるとさマジで全然歩かん。496歩家にいた。フィジークの大会なんじゃそりゃ。フィジークとは。あんまりそこまで興味ない。なんか違うんですよ、私が、私は別に体をムッキムキにしたいわけではなく、そう綺麗に保ちたい。やっぱりこれからさ、ほらなんかさ、だんだんね年齢上がるにつれ痩せにくくなるとか、やっぱりちょっとたるんできちゃうとかあるから、そういうのじゃなくて今のまま保ちたいよねっていう。そう、永遠にねこれでいたいよねっていう。そうか、別にムキムキにしたいわけじゃない。私の好きな体型でいたい。くびれがあって華奢になりたいこれ切実に華奢になりたい。ムキムキのひかるちゃん嫌だ。私もあんまりムキムキにはなりたくない。なんかそのお腹も割れてる、縦線入ってくびれができたらいいなっていう。そう、運動量、そうなんですよ。やっぱりなんかあまりね痩せない、痩せにくいよって。チークってカーリングの人が出てたやつか。ああ、まあなんかそういう系っぽいです。なんか呼び方がさ、なんか いろいろありそうだから、なんかちょっとよくわからんけど、まあなんかそんな大会ですね。そういう系のムキムキにしてお肌焼いてビシーみたいなやつですね。あ、そう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 、ボディービル的な。すごいよね、私だって食事制限とかできないよ、あんなに。そうだから、そういうのも向いてないから多分やらない方がいい。ほらなんかたくさんハイカーボデーとか、ハイカーボだっけ、そうとかいっぱい食べてっていう人、もう頑張って頑張って筋トレして、私無理で、しばらくはやっぱりタンパク質たくさんとって、無理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 食事に制限かかっちゃうのは無理です。でもすごいと思う、本当に。すごい、本当にだからかっこいいなと思うね。そこまでね突き詰めて筋肉って言ってるの。私はねなんかそこまでのストイックさはないから、
なんかよくストイックって言われるけど、どっかほころびはあるんで、私のストイックは抜く手抜くところがないと私はそう無理なので。さん細いが、だってあのフィジークとかそのボディービルに関しては細いじゃダメなんですよ確か。そうそうそう、細いじゃないでしょ確か。いっぱい食ってき、それを筋肉に変えろよっていうのがボディービルとかだと思うから、そう体重は増えるんですよ。私がだからこの食事量を続けたまま、食事量っていうかその食事で頑張って頑張って筋トレしても、ただただこのまま筋肉つくだけなので、そう体作りにはならん。そうこれで筋肉まあ少しつくか、はたまたつかない、そう食事量が少なくてつかないか、そう、来るからお菓子奪ったら廃人になる。いや廃人にはならんけど、まあなんかそのレベルで大切、お菓子って甘いもの必要。ケーキ大好き、お菓子大好き、ポテチ大好きよくないよくないよくない。そうそうそう、だからまあ太んない、私そんな体重少ないわけではないですから、はい、体重めちゃめちゃ少ないわけではないので、健康的な範囲だと思う。最近おすすめのお菓子は、そう、あのそう昨日ねその話したんだけど、最近ね珍しく平野おかしく食べてないんで、お菓子も買ってないんですよ。そうあの強いて言うのはルックだっけ、なんか焼き芋味、お芋のさつまいものやつがあって、それをね買いました、食べてないけど、結構前に発売と同時くらいに買いましたそう、もうなんかもうもはや溶けてそうなんだけどさ、部屋に置いとくと。そのくらい、あたまにポテチだけ買って食べてた、うん、でもそのくらい珍しいでしょ私が。全然なんです。でも昨日そうだからそれを言われたから、ふとあいつもしばらくなんかお菓子の新商品なんやろうと思って確認してなかったなと思ったら、ピュアラルグミのマスカット味が出るとのことで買おうと思います。出たら5日に。そうさつまいも系も秋なんでね今多いです。あとブルボンのキュンと小いちご、こう読み方わからんけどっていうチョコが美味しそうと思った。珍しいよね私がチョコのみに反応するって。あと何かな、そう昨日あとハイチュウの、あハイチュウじゃなかった、プッチョでした、ごめんなさい。至高のいちご味も美味しそう。あのカルビーの新ポテトアンチョビマヨって美味しそうなんだけど、アンチョビマヨちょっと癖強そうだけど美味しそう。暗い、そうチョコの実私あんまり買わないんですよ。やっぱりクッキーとかついててほしい。でも最近はなんかどっちかって言ったらそのお菓子っていうよりケーキとかスイーツの方に変わった、まあ、またねきっとお菓子食べるときはあるんですけど、だからなんか食べようってなるときになんかその無印で買ったバームクーヘンとか、そう、まあ、賞味期限近かったでね、を食べてた。だからどっちかって言ったらケーキ系
なんかお菓子って感じ、いや、まあ、なんかお菓子なんだけど、どっちかってスイーツ、そうでしたね、食べるの。そうだから食べたい時はスイーツと、あとパン、私でパン好きなので、パン普段で食べない分、そうたくさん食べる日はパンを買います、絶対。そっかな。あとはマミーと外食行ってご飯食べてって感じ。そう、先月多分しゃぶしゃぶ行ったし、中華行ったし、焼肉も行ったかも、ランチのかな。エクレアいいね。チーズケーキ、リクロおじさん、あれさ、ちょっとさ、一つのままさかぶりつくのが夢なんです。食べれないんだけどさ、絶対に。そう、こうやって持ってっていくのが夢。フロランタンとかフィナンシェでいいね、私も好き。そう、フロランタンね、いいですね。フィナンシェさ、私食べたいお店があって、なんか銀座にお店あんのかな、なんか焼きたてフィナンシェが食べれるみたいな、銀座のなんか三越かどっかに入ってる。あ、ノア・ドゥ・ブールかな、このね、フィナンシェがね。え、待って待って待って、ちょっと待って、これさ、この前さ、店長がさ、紙袋持ってたんだけど。そう、絶対このお店だった。え、いいな。あ、そう、別でね、お土産くれたんですよ、違うやつ、違うお土産をくれたんですけど、なんかその誰かに頼まれたのか、なんか買ってきてたらしくて、そう、でもここのフィナンシェをね、一回食べたいんです、私は。お、30分、はい、ありがとうございます。ということでね、ランキングいきたいと思います。13位伊賀の藤丸さん、12位プリッツさん、11位マサトシさん、10位、あ、朝食はヨーグルトさん、いいですね、ヨーグルトいいよね、腸活腸活。9位ゆうこさん、8位にゃん太郎さん、ランタンさんだったりするかなって思ったり、7位ロバネさん、6位フィーさん、 FE さん、5位ともゆきさん、4位かぼちゃん、3位けんけんけんさん、2位鉄道のエイズさん、1位ゆうつさんです、ありがとうございます。ギフトいきます。サルキチさん、朝食はヨーグルトさん、かぼちゃん、けんけんけんさん、ともちゃんさん、プリーツさん、ゆうたさん、鉄道のエイトさん、ゆうこさんです、ありがとうございます。ね、買いに行きたいな、なんかベーグルも買いたいし。そう、ちょっとベーグルでね、私前も話したけど、そう、好きなベーグル屋さんがあるので、そこも行きたいんです。そう、遠いんだけど、めっちゃ遠いんだけどね。はい、ありがとうございます。ということでね、朝早くから見に来てくださってありがとうございました。ショールーム、インスタグラム、755、ツイッター、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。はい、ということでね、本日も一日が始まってしまいました。嫌ですね、仕事行きたくないですね、私もです。夜も配信は多分します。はい、いいですよね、仕事行きたくないっす。まあ行きたい人もいると思うけど、私は行きたくないです、あんまり、はい、別に何が、なんか理由があるわけでも、なんかただただただ家にいたいなっていうね、はい、何もしたくないなっていう感じの行きたくないなんですけれども、はい、まあ、頑張らなくていいので乗り切りましょう。今日一日乗り越えましょう。はい、今日そう、なんか夕方前には仕事が終わるので、早めに配信ができるかな、まあ、10時とかにはならないと思う。9時までには、なんかごめん、あの、私の願望、9時までにはしたい、始めたいっていう私の願望なんですけど、はい、始めようと思っているので、ぜひね、皆さん見に来ていただけると思い、いただけると嬉しいなと思います。はい、お休みの方はゆっくり休んでください。もうお休み楽しんでください。買い物忘れないでね。ありがとうございます。忘れるところでした。もうすでに忘れていました。ありがとうございます、思い出しました。はい、ということでね、
皆さん見に来てくださってありがとうございました。お仕事、まあ学校部活などなどなどある方は皆さん行ってらっしゃいませ。お気をつけて行ってください。体調にもね気をつけてください。はい、私もお仕事行ってきます。またね、ありがとう。夕方もう帰ってきて言われても私外出ないよそう、外出ないよ。またね、行ってらっしゃい。すごい、おやすみっていうとこだった。ありがとう。